植民地時代におけるタミル人バラモンの夫妻、チェンナイ,インドのチダンバラムにあるティッテアイナタラージャ寺院。タミルの王たちは芸術のパトロンとなり多くの寺院を建てたタミル人は主に南インドのタミルナード州やスリランカの北部、東部に住みタミル語を話すドラビラ系民族。インドには約6000万人、スリランカには300万人が居住する。移民としてはマレーシア、 ミャンマー、シンガポール、アフリカ東部、南部、モーリシャス、フィジー、イギリス、アメリカ合衆国におり、総人口は7000万人を超える。宗教はヒンドゥー教、ジャイナ教、イスラーム教、キリスト教などで、言語はタミル語であり、これはドラビダ語族に属するとされる。ドラビダ語族とは19世紀後半の言語学の発展の流れの中で、 1856年に、言語学者のロバート・コールドウェルが提唱した学説で、主に南インドの4つの州で使われている言語である。ドラビダ書語は24語以上あるが、固有の文字を持つ言語は、タミル語の他には、カンナダ語、マラヤーラム語、テルグ語で、おのおの、カルナータカ州、ケーララ州、アーンドラプラデーシュ州で使用されている。タミル語の最古の碑文は、 紀元前3世紀に遡る。紀元前後から3世紀にかけては、マドライの宮廷で栄えた文学作品でサンガム文学と総称されるタミル語文献が残り、アーリア文化の影響はほとんど見られない。紀元前4世紀にマドライでパウンディアーサ、ケーララにチェイラーサなどの王国が成立した。4世紀以降は、北、インドからジャイナ教や仏教などが浸透し、 神玄氏ティルクラルや、ジョジシの、シラッパディハーラム、マニメーハラインなどの文学作品が成立した。6世紀には、カーンチプラムを中心としたパンラバ朝が成立し、ヒンドゥー教の影響が強まる。6から9世紀にかけてシバトビシュヌの両派の宗教詩人が登場し、バクティと呼ばれる究極の神への信仰が広まった。一方、同時期には、交易を通じて、 イスラーム教も浸透し始めた。9から13世紀には、長羅朝が栄えて、勢力を拡大し、スリランカや東南アジアに進出して、各地に巨大寺院が造営され、現在のトミル人が多く信仰するムルガンやマーリアンマンなどの神観念も明確化されてきた。14世紀以降には、ビジャヤナガルアサが成立して、テルグ人による統治が行われた。イギリスによる、 植民地支配は1639年にマドラスに正常事業祭が作られて以降で1801年から1947年までは完全に支配下に置かれた。20世紀には言語学の進展と古代タミル文学の発掘により北インドのアーリア人台南インドのドラビダ人という構図が作り上げられタミル民族主義を中核とする。 ドラビダ復興運動によって、タミル人の独自性が強調され、北への対抗意識が高揚した。政治の動きとしては、1949年にドラビダ進歩同盟が成立し、バラモンへの反発からラーマーヤナを焼いたり、反ラーマーヤナを作るなどの運動が始まった。社会の構成は、多数のジャーティによる階層性からなるが、土地所有者としてのベイッダーラが有力である。 基本的には、不形成をとり、交際と個々を好む傾向がある。結婚に際しては、婚紙は必要だが、女性の財産権は確保されており、北、インドほどは女性の地位は低くない。タミル人の大半は南インドのタミルナード州に居住している。また、隣接するポンディシェリ連邦直轄領においても多数派を占める。 ベンガル湾南部に浮かぶアンダマンニコバル諸島においても人口の約1、6をタミル人が占めている。その他にもインド各地に主に植民地時代に形成されたタミル人共同体が存在する。カルナータカ州南部に290万人、マハラアシュトラ州プネイに140万人、アーンドラプラデーシュ州に120万人、ケーララ州パラカットに60万人、 デリーに10万人の人口が存在する。南インドとスリランカのタミル語話者の分布スリランカのタミル人は、スリランカタミルとインドタミルの2グループに分けられる。スリランカの北部と東部に住むタミル人は、紀元前に南インドから移住した人々の子孫と見られるが、ケーララ州のマライアーリとも文化的類似性があり、東部では母系性を取るなど独自性を維持している。 19世紀のイギリス植民地下で南インドからプランテーション労働力として連れてこられた人々の子孫、いわゆるインドタミルはスリランカ中部に住む。加えてスリランカにはタミル語を話すイスラム教徒という分類が存在する。インドのタミル人と異なり、これらの人々は統計上別の民族として扱われている。スリランカタミルは植民地化では優遇されたが、 1948年の独立後は政治経済上で多数を占める新原人に対して不利になり、1956年の新原オンリー政策、1976年の分離独立運動の開始、1983年の民族対立の激化と内戦への突入、タミル・イーラム解放の虎によるゲリラ闘争などを経て、対立は泥沼化し、 2009年まで激しい内戦が続いた。ありがとうございます。